ですね、ちょっと発電所の状況を説明しますと、あまりよろしくないという状況になってきているんじゃないかなと思いますので、はい、ご報告します。3号機なんですけども、まあ、昨日の話で水がなかった、ピットの水が足らなかったので、まあ、3号機の注水をですね、一時中止をしておって再開したんですが、その後ですね、その中止した時から徐々にドライブレ圧力が上がってきています。で、注水してもドライブレ圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに、減らないと、要するに、まあ、増えているということで、徐々に増えているという状況できて、で、水をですね、水量を先ほど4時50分にそれまでの流量の500数十リッターパーミニッツからですね、900リッターまで上げました。で、上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で、現時点で5時、それ何分だっけ、字が見えない、5時半、5時50分のデータでですね、415キロパスカルまで上がってきました。その件につきまして、はい、今ドライウェル、サプレッションチェンバーからのベント弁が、開いてない可能性があるので、そこ大弁と小弁があって、大弁が開いてるんですけど、今小弁を開ける方の操作に入っています。ちょっとそれがまだあと10分ぐらいかかるような予定になって、それを見てちょっと様子を見たくて、さらにそれでダメだったらコンプレッサーをさらに大型のものに付け替えることを考えたいと思います。今もう一つ、はい、水位がですね、マイナス1800とか、マイナス2250で、まあ、ずっと海水入れてる最中はあんまり変わらなかったんですけども、これがですね、先ほどからかなり変動してきております。1800、例えば A の方が燃料域のやつがですね、結構ハンチングして、ハンチングといいますか、測るごとに1800から1900、マイナス1800からマイナス1900まで減って、マイナス2000と減っていって、また次にプッと上がってマイナス1800となったりという形で、今までより動きが激しいなと、こういう感じがしております。で、これを考えると、一つはまあその弁当の話もあるんですが、やっぱり、炉内で何らかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざるを得ないのかなと、こういうふうに判断しているということで、ちょっとかなり注意状況かなと思ってます。まあ、ちょっと今の状況ですぐになんだということを即断するのはちょっと難しいそうな感じだけど、あんまり、変動してるというふうに思った方がいいね。ただね、これ要するに、うん、ドライブル圧力が上がってきてるっていうことは、うん、例の、ま、1号と同じように水素爆発の可能性はまたあるということなんですよ。そういうこと。昨日ベントがうまくいって、かなり圧力下げたのに、ここまでまた、上がってきてますから、それを要注意だと私申し上げてるんで、で、ベントの1号機、うん、はい、2号機について